セスカネシャン、今日は都内にある、都心にあるハイキングスポット、マウンフィーバーパークに来ました。イエーイ。こちらはシンガポールで2番目に高い丘があるマウントフィーバーパーク。ちなみに1番はブギティマサミットです。ブギティマサミットのハイキングは結構過酷。このヘンデルソンウェイブスの近くにいるので、橋を見に行こうと思います。ここ橋があるのよね。日曜日あるある混んでる。でもこんな都心のど真ん中に自然がいっぱい聞こえる場所があるとは知らなかった。ネットの情報によると、もともとはヘロックバンカーヒルっていう名前で、曲がりくねった細い道を建設して、頂上に信号機を設置したエンジニアの方、チャールズ・エドワード・フェーバーからマウント・フェーバー・パークっていう名前に改名されたらしいです。それは1845年の7月に改名されたんですけど、その肝心な信号機は1936年に別の場所へ移動されました。そのヘンデルソンブリッジ着きました。高い橋がいっぱいあって、これは36メーターもあるハイエストペデストリンブリッジだから、シンガポールで一番高い歩道橋らしい。まあ、ハイキングとは思えないとても人工的なコースなんですけど、入ってみます。こんな場所があったとは。知った理由は Google マップで暇つぶししてたからです。こんなにすっからかんな空は見ない。おお。こっちがシンガポールの南側です。夕方はちょっと暑いけどよく見えます。夜だとまた景色もいいかもね。こんな感じで、あの不思議な建物は家なんです。 Reflections っていうコンドミニアムで、ここはさっき登ってきた階段と道路があります。なんか隣の人がドローン飛ばしてます。大丈夫なのかい。これは高所恐怖症の方だったらビクビクするけど、景色はとてもいいので。北側 HDB がたくさん見えます。来た道戻ってケーブルカーがあるところとか、もっと穴場的なスポットをご紹介しようと思います。今日はハイキングだから GoPro のアクションカメラ持ってきたんですけど、 GoPro だと音声が悪いので別々でマイクをつけているっていう、かなり高度な技術を必要とされる編集テクニックでは全くないんですけどそのようなことでこちらマイクがついてます。で、今立ってたブリッジはヘンデルソンブリッジといって、長い橋の一部の名前です。ヘンデルソンブリッジは274メートルの長さで、ずっと歩き続けると先頭最近のケーブルカーの場所までつながっているみたい。で、ここの赤い部分が今のブリッジですね。ヘンデルソンウェイブス。で、私はこっち行きたいの。あれ違うわ、こっち行きたいんだ。なんか不思議なトイレとかいろいろあるからそっちを見たいんです。こっち側っていうのはビボーシティじゃない側、歩いていくと他の公園とかまた違った橋とかあるみたいです。聞いたことあるけど行ったことないです。これはまた次回行こうかなって思います。なんか地図がないからすごい不安。しかも一人なんですよ私今日。一人でハイキングしたことない。いつも友達とか誰か方向分かる人と一緒に行くから、まあ、シンガポール狭いからね、そう簡単に遭難することはないと思います。これがさっきの橋だったんでこっち行きたいです不安だわ。ここにフィーバーポイント、フィーバーピークって書いてあります。人工的なハイキングトレイルをひたすら歩きます。このマウントフィーバーパークとは何ぞやって思う方、説明が遅れてすみません。セントオーサ島っていう超人工的なリゾートアイランドを結ぶケーブルカーがあって、ここからセントーサへのケーブルカーの眺めなどを楽しめます。セントーサ島にここから行くこともできますし、まあ、私みたいにハイキングだけ楽しむこともできます。楽しんでるように見えないと思う方、楽しんでますけど暑い年だ。ずっとここを登ります。運動だから一応マスクを外していいんだけど、リップ塗ってないから動画的な理由で外せない。暑いけど風はあって気持ちいいし、日陰だから助かります。
着きました。綺麗な景色。多分こちらがマウントフェイバーピークです。このようにミローがたくさんあって10分ぐらいかな登って着きました。多分ね10分もかかんなかったと思うんですけど、メキメキいろんな木の枝の音を聞くたび猿に襲われないかビクビクしてたんですけど、そんなことなかったです。もう一度お見せしますが、奥にリフレクションズ、そしてシンガポールのシップのものとかで、今いる素敵な休憩エリアなんですけど、シンガポールの景色とか発達までの歴史などが描かれていて、こんな感じテクノロジカルアドバンスメントなどなど説明書いてあります。チャンギ空港だ、これはチャンギ空港とかライオンダンスだね、ライオンダンスとかいろんなお寺があります。チャイナタウン、アラブストリート、リトルインディア、これはチャイムズ、言えました全部。歴史のところも書いてありますね。多分これは第二次世界大戦のことで、日本の国旗もあるので、日本とシンガポールの戦争もあったんだよということです。頂上のフェイバーポイントに着きました。イエーイ。南の端っこにこんなものがあります。ミニマーライオンですかわいい。ミニといっても身長よりかは大きいです。正面からマーライオンって見ることないけど、あんまりかわいくない。ちょっと展望台の方も行ってみますか。こっからジャカルタが見えるってことだよね。見てみます。なんかモヤモヤしてて分かんない。コンテナとか見えます。これシンガポールじゃないの、ジャカルタなのよく分かんない。一回リアルガチで見てみます。目がクラクラするね、これ。モヤモヤしてるけど若干見えます。難しい。これは何も表記なかったけどシンガポールかな。あ、 GoPro 綺麗じゃん、肉眼よりひょっとして。あー、なんか見えるけど見えない。シンガポールの建物ですね、これは。普通にビルみんなすごいガン見してる。何、一人ごとこの人こんなに大きいのって。ザ・シンガポールだ。 HDB たち。マニラ、フィリピンか。こっち見ると奥の方にフィリピンがあるよってことですかね。綺麗じゃない。これはぜひとも皆さん来てみてください。こういうところでお弁当とかしたいなお弁当大好き。休憩日はこんな感じで、今日は曇っているからとても過ごしやすいです。フェイバーポイントからフェイバーピークに頑張って行ってみます。フェイバーピークにいます。さっきのマーライオンのあるフェイバーポイントから歩いてきました。こちらがトイレです。綺麗。手洗うところから眺めが見えます。へえ。ここら辺はレストランが多くてギフトショップとかいろいろあるんですけど、こっちはまた別のアトラクションになってて、ケーブルカーの行き先はセントーサ島なのでリゾート地が見えます。なんか鈴を買ってここに結びつけると願いが叶うらしいです。こちらが全部可愛いのとか錆びてるのもある。後ろはレストランがあるので結構にぎわってます。2005年にマウントフェイバーのケーブルカー駅がこの観光スポットとして新しく開拓されたらしいです。さっきの近くの展望台、マーライオン、お土産ショップ、レストラン、ケーブルカーが見える不思議な綺麗なトイレなどなど、結構見応えがある場所です。鐘を鳴らしたいんだけど、あるかな。ギフトショップ見てみます。シンガポールのなんか不思議な、シンガポール関係ないよね、このおもちゃたち。なんかマーライオンの不思議な人形とか、なぜかスターウォーズのグッズとかあります。一番関係ない。ケーブルカーに乗れない方たちはこうやって写真を撮ることもできます。ここがチケットエリアで、ケーブルカー用のチケット買えるらしいです。 Fly me to Japan だって。ケーブルカーで日本行けたらね。
今マウントフェイバーピークからずっと道をたどって都会の方へ戻ります。不思議なハイキングコースでした。最初の方は自然ばっかりだったんだけど、途中にあの観光スポットが現れてから道路が始まるんですね。車とかバンバン来てたし、一応いいとこのディナーだからみんな綺麗な格好しててちょっと恥ずかしかったです。でもこんな場所があったんだと新発見。ちなみにさっきのフェイバーピークは観光名所になってるので、ケーブルカーの中で優雅にお夜ご飯を食べたり、あのベル探してたんですけど、ベルのところは結婚会場みたいになってて入れなかったです。遠くから撮影しました。でもあのベルも結構有名で、あのベルはポーランドの若い船員を国際レースのためにトレーニングしてた、そのポーランドの船から来た大きな、 なんか幸せを象徴するベルらしいので、結婚の会場になったのかなって思います。無事バス停に着きました。以上でマウントフェイバーパークをハイキングしてみたんですけど、綺麗な景色と自然あふれるスポットで、しかも綺麗なトイレ、エアコンがある休憩所もあって、いろいろと満喫できました。ちょっとした都心からの現実逃避エリアになっているので、ぜひ皆さんも訪れてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。ごめん、テレフォン持っていける、バイバイ。